ヘクター・ヘルペ・サンティアゴはアメリカ合衆国ニュージャージー州ニューアーク出身のプロ野球選手。左投げ右打ち。現在はフリーエージェント。プエルトリコ系アメリカ人である。シカゴ・ホワイトソックス時代2006年の MLB ドラフト30巡目でシカゴ・ホワイトソックスから指名され、プロ入り。2011年7月6日の カンザスシティロイヤルズ戦で3番手として登板し、メジャーデビューを果たした。2012年の4月にはクローザーを務めた。夏場に先発転向が決まり、マイナーでの調整を経て、9月3日にメジャー初先発で勝ち星を挙げた。最終的には4試合の先発登板を含む42試合に、投げ、4勝1敗4セーブ、防御率3.33を記録し、 投球イニング数を上回る三振を奪った。レギュラーシーズン終了後、プエルトリコのウィンターリーグであるリーガでベースボールプロフェッショナルロベルト・クレメンテに参加し、そこでも好投を披露した。2013年はリリーフとして開幕を迎えたが、5月に j ェ p b の代役で先発として投げた。その後、再度リリーフに戻ったが、すぐに先発ローテーションに復帰した。 以後は先発として投げ、23試合の先発登板を、含む34試合に登板。得点援護が少なかったため、4勝9敗と、負け越したが、先発投手として投げた試合の防御率は3.51、だった。ロサンゼルス・エンゼルス時代2013年12月10日に、ホワイトソックス、アリゾナダイヤモンドバックス、ロサンゼルス・エンゼルス間の三角トレードで、エンゼルスへ移籍した。 2014年は30試合に登板し、うち24試合で先発投手として投げた。同年は防御率が多少悪化したものの3.75と4.00未満にまとめ上げた。しかし6勝9敗に終わり2年連続で負け越した。オフの11月7日に日米野球2014の MLB 選抜に選出された。二千十五年には自身初めて、 オールスターに選出された。同年は年間通じて先発ローテーションで投げ、アメリカンリーグワーストタイの29本塁打を被弾したが、防御率3.59、ホイップ1.26、162奪三振という安定した成績をマークした。だが、カチューンには恵まれずに所を止まりだった。2016年は、 過去のシーズンと比べると防御率が良くないながら、勝ち星が先行し、22試合に投げた時点で、防御率4.25フィップ5.040勝4敗という、成績を記録して、早々に、自身初の2桁勝利を達成した。2016年8月1日に、リッキー・ノラスコ、アレックス・メイヤー、キンセンとのトレードで、アラン・ブセニッツと共にミネソタツインズへ移籍した。 ツインズ加入後はさらに投球内容が悪化し、11試合に先発登板したが、防御率5.58フィップ5.883勝6敗という成績に終わった。通年成績は33試合の先発登板で、自己ワーストの防御率4.70フィップ5.31、リーグワーストの79支球を記録するなど、初の2桁勝利に花を添えられなかった。 2017年はシーズン開幕前の2月8日に第4回ワールドベースボールクラシックのプエルトリコ代表に選出された。3月22日の決勝アメリカ合衆国戦に敗戦し2大会連続で準優勝となった。オフの11月2日にフリーエージェントとなった。2018年2月14日にホワイトソックスとマイナー契約を結び、 スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。3月28日にメジャー契約を結び、開幕ロースター入りした。この年は49試合に登板して6勝3敗に、セーブ、防御率4.41、103奪三振を記録した。オフの10月29日に FA となった。2019年1月11日にニューヨークメッツとマイナー契約を結び、 スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。開幕は参加の AA、A、級シラキュースメッツで迎え、5月20日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。6月15日にリーフとなり、18日に FA となった。2019年6月20日にホワイトソックスとマイナー契約を結んだ。8月6日にメジャー契約を結んで、 アクティブロースター入りした。オフの10月31日に FA となった。2020年1月21日にデトロイトタイガースとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。7月21日に自由契約となった。最高球速97.4マイルパワー、平均91マイルパワーの速球を中心に、 平均8 3アワーのチェンジアップ、平均8 5アワーのカッター、平均7 9アワーの縦のスライダー、平均7 3アワーのカーブなどを使用する FB% がメジャー通算49%と高くフライボールピッチャーである。ありがとうございます。